今回はですね、またお買い得なクローンブック見つけましたので紹介したいと思います。今日紹介するのはですね、楽天の加賀マイクロ楽天市場店さんですね。私のチャンネルでは過去にも何度も紹介をしていますけれども、結構ですね、えー、安売りのクロ e b ブックを販売しているショップになります。まあ、ここでですね、今回こちらですね。 新品未使用品ということで、レノボのアイディアパッドフレックス 560i ですね。でこれ、CPU がなんとコア i5 の 1135G7 ですね。11世代の CPU を搭載しています。コア i5 を搭載しています。で、ラムも 8GB、SSD で2ゴロですね。13.3インチのフル HD の iPS 液晶、さらにメーカーの保証がついて、 なんと49,280円です結構ですねスペックから見ると安いと思いますねで。さらに楽天で購入するということになりますので楽天のポイントね今1倍1倍アップですけど実際は SPU 等で皆さんはもっともらえると思いますし。 まあいろんなね、キャンペーンにエントリーしてから購入すればポイントって結構増えますんで、まあ、実際はもう少し安く購入できるんではないかなと思います。で、こちらはですね、13.3インチということで、ちょっと小さい、まあ、文教モデルは大きいんですけども、さらにこのフレックスなんで、回転ヒンジなんですね。で、これと似た端末を以前にイオシさんで安く売ってますよっていうことで紹介しました。あれは 560i のいわゆる回転ヒンジではない。 クラムシェル型の端末なんですけれども、それがこちらですね。これはスリムですね。アイディアパッドスリムの 560i ということで、同じ CPU を搭載して、まあ、これはクラムシェル型で47,800円で販売をしています。まあ、ただ、イオシシさんはこれプラス、 まあネットで買うと一応送料がかかりますので、もう少し価格の方は上がってくると思います。まあ、これもね、まあ、十分安いし、オクタンベンチマークでいうと6万点台出るということ非常にね、クローンブックの中では高性能でお買い得ですよということを紹介させていただいたんですが、これの回転ヒンジモデルですね。こちらは Google のクローンブックのページになりますけれども、まあ、こちらでも紹介されています。アイデアパッドフレックス 560i ですね。 一応参考価格9万3500円という価格になってますのでちょっとこれは定価ベースだと思いますけどもまあそれが約ね4万円台後半で購入できるということであれば結構安いんじゃないかなと思います。で一応セレロンモデルもあるみたいなんでネットで価格とか調べるとね、セレロンモデルが出てきたりするんでその辺は注意してください。あくまで今回安くなっているのは上のモデルですね。Corei5 を搭載したモデルになっています。ここにちょょっと映像があるので見てみましょうか。 まあこういう感じですね。回転ヒンジで、クラムシェルと、あれ回転ヒンジ。そうですね。テント型にもなるし、スタンド型にもなります。という、あとタブレット型にもなるということですね。で、ここに記載がないんですが、これおそらくペンにも対応してるんじゃないのかなでもないですね。イメージ映像がないですね。まあ多分ペンにも対応してるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとでも写真っていうかイメージ映像がないので、もしかしたら対応してないのかもしれません。 で、実はここにある端末、これはですね、560i じゃなくて、550かなえー、一つ前の端末の、これ13.3インチの端末なんですよ。私はこのね、フレックス 560i っていう端末のフレックスは持ってなかったんですね。えー、自分で買ったことあるかなと思って、えー、調べたんですけど、持っていませんでした。えー、買ってもいませんでしたので、まあ、その前のモデルですね、550、550か、フレックス。 持持っってていたたのででまあ、一応ね今日持ってきたんですけども、まあ、こちらは古いモデルということになりますけどもまあ、これはですねペンに対応しているんですね。だからこれも、まあ、後継モデルなのでペンに対応しているのではないかなという気はします。で、こちらがレノボのページになりますけれどもえー、っとまあ、もう売ってないみたいですね。だからまあ在庫処分的な意味合いですかね。もう終売商品だと思います。 11世代の Core i5 ですね。13.3インチ MAX オーディオのスピーカーということで。まあ、ここにほら、ペンを使ってる映像があるので、ペンも対応していると思います。で、スペック表ももうここにないんですよね。細かいスペック表がないので、ちょっとそのペンのところは確認がちょっと取れないんですけれども、おそらくペンに対応しているのではないかなと思います。まあ、非常にね、お買い得とは言って、 でもですねやっぱり5万円近い価格ということになりますのでなかなかクローンブックも5万円近くなるとまあ厳しいということなんですけども、まあ、先日紹介したイオシスさんのね、えー、こちらのクラムシェル型の方ですけど4万7千円結構安いですよということでで確か140台入荷したっていうことだったんですよね今残りが99台ということなんで、まあ、約40台販売したということですああでもあれからまだそんなに日日にちが経ってないので まあおそらく数日でこれ売り切れますよね。もう40代売れたっていうことなんで。まあだから、まあ春とまではいかないけれども、まあまあ、この価格であれば安いなというふうに思う人が多いということだと思うんですね。まあそれなりに売れてるっていうことなんで。まあですので今回も回転ヒンジにはなります。若干価格が まあ上がる。まあでもこれ送料入れたら逃げる価格になると思いますし、あとね、楽天のポイントもついたりするので、まあほぼ同、同価格だと思うんですけども、まあということを考えればね、回転ヒンジで、さらにサイズもね、小さくて、まあ持ち歩きしやすいということであれば、なかなか魅力的じゃないかなと思います。で、こちらもですね、イオシスと同じでメーカー保証付きなんですね。まあだから言っても出どころは一緒なのかなと。 ま、どこかが買い占めて、それをこういった中古販売店に売りさばいているという状況じゃないかなと思います。で、まあ、レノボ側的に言うと、まあ、在庫処分でどっかにまとめて売却したみたいな、なんかそういう、まあ、これ勝手な予想ですけどね。ただ、あの、いろんなところで実はこれ売っているみたいなので、えー、そういったところを考えると、まあ、そう、おそらくどっかから出てきたと思われます。 でやっぱり製品保証ね、メーカーの保証があるんですけど、12月までって書いてあります。で、イオシスのやつも確か12月までだったんですね。だからきっちり1年間ということではなくて、新古品のような扱いでですね、えっ、ー、とまとにかく12月までま保証があるということになりますので、ま、この辺も含めて、ま性能を考えれば、ま、5万円弱っていう価格はですね、クローンブックとしてはちょっと高いなと思われる方も多いかもしれませんが、えー、スペック考えれば安いと思います。あさらにこれ今。 えー、期間限定の特別クーポンで店内全商品対象だからおそらくこれ1000円安くなるんじゃないかなと思いますんで、まあ、1000円安くなって、えー、ポイントがつけばより安くなるということでなかなかいいんじゃないかなと思いますでこちらはですね全く同じ商品ではないんですけどもただイメージをつかむという部分で一応持ってきましたまあでも似た感じでしたねでこれが回転ヒンジでちょっと画角から出ちゃいます回転ヒンジで はいこういう感じでタブレット状態で使えるというやつですねで当然テント型でも使えますんでここをまあ少し開いてですねまあ、こういう感じでまあ逆さにしてあげればまあ自立できるというものですねでこれは非常にこのスペースが少なくても自立することができますんで、まあ、ちょっと狭いところで使いたいという方にはいいんじゃないかなと思います でおそらくペンにも対応してますよね。えー、イメージ映像がありましたし、前の端末もね対応しているので、まあ、ペンには対応しているのではないかなと思います。ス で確かね、こちらの前のモデルかもしれませんけど、これペンついてたんですよね。確かネロモのペンがね。まあ、電池式のやつですけど、これじゃないんですけどね。まあ、だからもしかしたらペンもついてるかもしれない。でも、あの付属品のところに確かペンって書いてなかったんで、ちょっとその辺はわからないんですけれども、まあ、一応ね、ペンに対応してる可能性が高いんじゃないかなと思います。その辺も含めてね、さっきのクラムシェル型のイオシスのものよりも、まあ、そういった使い方がいろいろね、できるというところはメリットあるんじゃないかなと思います。 ということで今日はですね比較的性能が高い11世代のコア i5 を搭載したえ回転ヒンジのねフリップ型のクローンブック紹介させていただきましたまあ約5万円という価格ですけれども1000円オフのクーポンが出ていてかつポイントがつくさらに送料は無料ということなのでまあなかなかお買い得ではないかなと思います購入先については動画の下の説明欄にリンクを置いておきますのでそちらの方から確認をしてみてくださいちなみにこれ在庫はですね イオシスは100なんでありましたけど、これは28台しかありません。はい。今回は以上です。